はい、皆さんマイドまイドワインディングの巻くスピードね。なんとなくだるいと早く巻けないこのだるさって何なんだろうってね。ちょっと2、3日ずっと考えてたんだよね。早く巻くと力むじゃないその力めが疲れるんだよ。 基本人間は疲れたくないじゃないだから脳が疲れないような仕事をしろと勝手に指令するんだよ。そうするとだるいスピードになってしまうだから自分のロット巻きを若い頃からずっと思い出すとね、若い時はね、もう早く巻く時は本当にね、体力あるからね、力んでね、ガン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 巻くんだよね。だから忙しい時早くやんなくちゃっていうような気合が入ってる時だよね。じゃあ、なんか、 のんびりした雰囲気の時、ポツーンとね、お客さんがはね、まあ、一人だけ来てね、その後も予約が入ってないと、そういう時はもう、早く負けないんだよ。気合が入ってないから力が出せないから早く負けない力まないから早く負けないそれで50歳ぐらいになった時だよね。朝忙しい時にね、パカ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 気合入れて巻いてたんだよ。で、その時思ったんだよね。疲れるからこういう巻き方やめようって。 それからだよね。あの、やっぱり忙しい時、あ、力自分出し始めたらやめようって。こうやってね、無気になってね、力んで巻くと後で疲れるんだよって自分で生きかすようにしてね。その頃からやっぱり力まずに早く巻くようにしてきたんだよ。で、そんなの繰り返したら最近ね、それが普通になって、まあ、よっぽど風邪ひいて熱がありゃさ、ゆっくり巻くかもしれないけど、まあ普通の状態だったらね、パラ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 勝手に手が動くようになってきたんだよね。 で、最近だよね、早く巻くのもゆっくり巻くのも大体ペースが同じになってきたっていうのだから女性の美容師さんなんかはどうなんだろうもう若い時からあまり力出さないっていうのが本能であるんじゃないかなだから平均してみてるとね、女性美容師さんの方がロット巻きが早いっていうの巡行速度が早いんでね、パラ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 ね。それってやっぱり力まず巻く癖がついてるからじゃあ力まず早く巻けよってこうお兄さんに言いたくなるかもしれないけど、この力まず早く巻くっていうコツが分か こういう雰囲気だからね、もちろん、力む必要もないしね、気合入れる必要もないしね、だから、忙しいときだよね、忙しいときお兄さんが早くはロット巻かなきゃいけないっていうとき、モチベーションが上がるってか、気合が入ったときだよね、やっぱりそういうときって必ず力んでんだよ。で、それやると疲れるから、力まないで早く負けと。そんじゃ、ウィックでそういう練習しろよって。 いや、それだとダメなんだよ。ウィックじゃねえ、えモチベーションが上がんねえんだよ。で、やっぱり現場で、実際に忙しい時たあ巻くぞってね、気合バリバリに入れてる時だよね。そういう時じゃないとダメなんだよ。で、そういう時に力をあえて入れない ?100% の力は出さないで、やっぱり疲れない力で、早く巻く練習するっていうのをそういう時にね。だそんな感じじゃねえかなと思って、ちょっとお兄さんと話してみたんだけどね。まあ、これが今後どうなるかね。はい、お疲れ様でした。